スレーマン一世、スレーマン一世、1494年11月6日から1566年9月7日は、オスマン帝国の、第10代皇帝、在位、1520年から1566年、9代皇帝セリム一世の子、46年の長期にわたる、在位の中で13回もの対外遠征を行い、 数多くの軍事的成功を収めて、オスマン帝国を最盛期に導いた。英語では、レ霊ミカド、ザ・マグニフィセントのあだ名で呼ばれ、日本ではしばしば、スレーマン大帝と称される。トルコでは法廷を編纂し帝国の制度を整備した、ことから、立法ミカド、カーヌーニー,ニーのあだ名で知られている。名前のスレーマン、スラモンとは、ユダヤ教やキリスト教と共に、イスラム教でも、 聖典とされる、旧約聖書に記録された古代イスラエルの王、ソロモン王のアラビア語系である、スライマーン、スライモンのトルコ語発音である。また、オスマン帝国の歴史において、スレーマンの名を持つ、最初の皇帝であることから、スレーマン一世と呼ばれるが、稀に、バヤジと一世が、アンカラの戦いで、ティムールに敗れた直後に、 エデルネで君臨したバヤジと一世の長男スレーマンチェルビーを一世に数えることがあるので、その場合はスレーマン二世と呼ばれることもある。1494年11月6日、セリム一世の息子としてアナトリア半島北東のトラブゾンで誕生。マムルーク朝を滅ぼしてシリア、エジプトのアラブ地域を初めて征服した父が不在の間は所領として当てがわれ、 マニサの軍事長官を務めていたが、父が在位わずか8年で1520年に没すると、首都イスタンブールへ帰還、即位した。前回と前々回のスルタン死去の際には、熾烈な後継者争いがあり、後継者になれなかった王子やその子らがほとんど全員処刑されるといった経緯があったが、セリム一世死去の際にはそうした争いはなく、スムーズにスレイマン一世が即位した。 スレイマンの他に男児の記録はないことからスレイマンが唯一の後継者候補だった可能性が示唆される。若くして東ヨーロッパから中東にまたがる帝国の支配者となったスレイマン一世は即位の同年にシリア知事の反乱に直面。翌1521年にアナトリア中央でイランのサファビー朝に通じた部族の反も勃発したが、 スレーマン一世はいずれも1521年のうちに鎮圧して足元を固めヨーロッパ方面に向けた遠征を計画した。1521年からは外政に乗り出しハンガリー王国からベオグラードを奪い取り翌1522年のロドス包囲戦で西洋羽根騎士団からロドス島を奪うなど活発な外政を行った。この箇所は祖,祖父の二世が 最後まで征服できなかったところであり、これにより、帝国内におけるスレーマン一世の支持、評価は著しく向上した。また、ロドス島の征服によって三大陸にまたがるオスマン帝国領土内の海上交通の棘が取り除かれ、領土内の航行が円滑となった。ロドス島征服の直後に、する探索以前からの長身で議定のイブラヒムパシャを大宰相に抜擢しているが、 ベオグラード、ロドス島ともに若いスルタンの実力を国内向けの演出する効果を狙、イブラヒムパシャの進言によるものとも言われている。オスマン帝国はこの時点でもまだ支配が安定せず、1522年から1524年にかけてエジプトで反乱が起こったが、イブラヒムパシャは反乱を1月1525年に総督に赴任して、 エジプトの支配を安定させ、1526年1527年に、アナトリア南部で、親サファビー派の部族が起こした反乱も収集させ、軍事、行政ともに有能な手腕を示し、スレーマン一世の信任を深めていった。1526年には、もはやチの戦いで、ハンガリーオーラヨシュ二世を打ち取り、ハンガリー中央部を平定し、 ハプスブルク家のオーストリア大公国と国境を接した。スレーマン一世は、ラヨシュの戦士により断絶したハンガリー王位に、オスマン帝国に服属したトランシルバニアの領主サポヤイアーノ氏を推し、区別としてハンガリーの間接統治を狙った。しかし、ハンガリー王位継承を宣言した、ハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール五世の弟、フェルディナント、 後の神聖ローマ皇帝フェルディナント一世と対立すると、1529年に第一次、ウィーン包囲を観光し、ウィーン攻略には失敗するもののヨーロッパの奥深くにまで進行して、西欧の人々に強い衝撃を与えた。スレーマン一世は1532年にも再び、オーストリア遠征を観光したが、どちらも先端を開こうとせず和睦の話し合いが行われ、 1533年にフェルディナントの使者とイブラヒムパシャとの協議の結果むつみが成立したコンスタンティノープル条約。内容はヤーノ氏の王位を認め、オスマン帝国に高納金を支払うことが確約されたため、ハンガリーに対するオスマン帝国の優位が明言され、スレーマン一世はしばらくヨーロッパ遠征は控える代わりに東方遠征へ向かった。 オスマン帝国にとって東のサファビー朝は油断ならない相手だった。なぜならばアナトリア半島でオスマン帝国の支配に反発した土着勢力がサファビー朝と結びつく危険性が常に存在してたからである。しかしアナトリア半島とイランの中間にあるクルディスタンで領主間の抗争が起こるとスレイマン一世はこれをきっかけに1533年に統制へ向かい 先遣隊を率いたイブラヒムパシャはアゼルバイジャンを制圧した。スレーマン一世は翌1534年にイラクへ出陣、バグダードを占領し、イブラヒムパシャと合流1535年にアゼルバイジャンの首都タブリーズに到着したが、サファビー町の軍勢を見かけることなくイスタンブールへ帰還した。遠征でバグダードを占領して、 南イラクとアゼルバイジャンの大半を支配下に置き、東方の国境を安定させたスレーマン一世だったが、1548年の2回目の遠征と、1553年から1554年にかけて行われた3回目の遠征は、タフマース部一世率いるサファビー長が騎兵を中心と、する軍の機動力とゲリラ、ショート作戦で抵抗したため、オスマン帝国も成果を上げられず、 最終的に1555年にアマスイヤの講和で和睦して国境戦を取り決め、イラク領有は確定したが、アゼルバイジャンはサファビー庁が脱会、サファビー庁の完全征服はできなかった。なお、最初の遠征終了後の1536年に、この遠征の責任者だったイブラヒムパシャは処刑されたが、決着をつけられなかったことが一因とも、 増長したためスレーマン一世の不況を買ったとも、宮廷闘争に敗れたためとも言われているが、いずれも伝聞に過ぎず真相は不明。また、1536年を境に、スレーマン一世の大規模な領土拡張政策は終わりを告げ、以後は周辺国との交戦と重要拠点の確保、政界権や内政重視に目を向けていった。海軍の育成にも力を注ぎ、 1533年にアルジェを本拠地とする海賊勢力のバルバロス・ハイレッティンが基準すると彼を海軍提督イコールパシャとした。彼の基準によりアルジェリアもオスマン帝国領となり西地中海に足がかりを得るとともに海軍力も大幅に増強された。彼の率いるオスマン帝国海軍は1538年のプレベザの海戦で スペインブネツやローマ教皇の連合艦隊を破り、地中海の政界権を握った。同年にモルドバへ遠征し、従属国クリミア半国との通路を確保、国会も事実上支配下に収めた。PD レイースが海軍で名を挙げるのもスレーマン一世の時代である。また、1540年にサポヤイヤーノ主が亡くなると、フェルディナントが和睦を破り、ブダを占拠したため、 1541年に再び、ハンガリーへ遠征して平定、トランシルバニアも、属国とした上でハンガリーを分割することに決め、フェルディナントは、北と西の領土、王領ハンガリー、ヤーノシュの維持ヤーノシュジグモンドはハンガリー東部、東シンガリー王国、オスマン帝国は、中央と南、オスマン帝国領ハンガリーを領有した。以後もコゼリアへは続いたが、1547年に、 和牧師、フェルギナントがオスマン帝国に高納金を支払い、それぞれの領地は認められた。ハプスブルク家に対抗するため1535年にフランス国王フランソワ一世と同盟を結び、1543年にはオスマン艦隊とフランス艦隊が共同でニースを攻略した。さらにハプスブルク家と対立していたドイツのルター派をフランソワ一世を通じて、 間接的に援助したとも言われ、フランスは一世とその後継者、アンリ二世がルター派諸公に送った資金の大部分はオマン帝国から供出されていたようである。あとに、スレーマン一世は、ハプスブルク家の支配下であった、ネーデルラントのルター派に対しても援助を申し出た。このほか、航海とインド洋に進出しているポルトガルとも、対立、1538年に遠く、 インド北西部のグジャラートスルターアーガーサ、ポルトガルと対立していたからの救援要請に応え、インド洋に艦隊を走ったり、アラビア半島に進出して、イエメンのアデンを獲得、対岸も占領して、ポルトガルを牽制しようと図ったり、1552年にペルシア湾の港を奪い取り、ポルトガルを妨害しようとしたが、いずれも海上政策では上手であるポルトガルの前に、失敗している。 ただしイエメンは確保、ポルトガルとオスマン帝国は後に、互いの海域を設定して住み分けている。一方で、長きにわたった地勢の後半には、清掃が相次ぎ、16世紀末から激化する帝国の混乱の始まりが見られた。特にスレーマン一世は、他の公めかけを差し置いて、高級の女奴隷であった、フィル・ッレムスルタンを寵愛し、極めて異例なことに、 1534年に彼女を奴隷の身分から解放してとして迎えるとともにヒュレムのライバルと目されていたを高級から追い出した。このことからヒュレムの子と衣服の子たち、さらにヒュレムの子同士の間でスレーマン一世の後継者をめぐる激しい争いが行われ、高級の女性が政治に妖怪する短所を作ったと言われる。またヒュレムと娘のおよびその夫で大宰相。 デュステム・パシャは、スレーマン一世の傍ら近くで残言を繰り返したとして世間から非難されていい。1543年に、ジナメフ・フメトが、病死。1553年に、イラン遠征の最中に、長男・ムスタファを、無本の罪で処刑。同年に、罰死。ジハンギルも、病死。1558年の最愛の妻・ヒュット・エムの死後。1559年に、 反乱を起こした巫女、バヤジトを1561年に処刑するなど、家庭的に暗い晩年を送ったスレーマン一世は、1565年にマルタ島への遠征軍を派遣したが失敗、マルタ包囲戦、1566年に新生ローマ、皇帝マクシミリアン二世が和睦を破り、ハンガリーを攻撃すると報復のためハンガリー遠征を観光、9月7日に、 スイゲトバール包囲中、スイゲトバール包囲戦に、陣中で没死。軍の指揮は大宰相をコるル,ルメフメトパッシャが代行して、落とし、スレーマン一世の遺骸を運び撤退した。遺骸は、イスタンブールに運ばれて、自身が水難に建造させたスレーマニエモスクの地に、葬られた。次のスルタンには、清掃の結果唯一生き残ったミコセリム二世が即位、政治は、 ソコルルム・フメト・パシャの主導で動いていった。スレーマン一世の知性で、オスマン帝国はさらに拡張したが、それは限界を迎えていた。度重なる遠征で、財政は枯渇しかかっていて、新たな領土も維持費が莫大にかかるからである。ハンガリー・エジプト・イエメン、地中海沿岸はあまりにも、中央から遠いため間接統治となり、総督が現地の母兵と守備兵で、 軍事力を担うことになった。また、海賊を取り込む方法で地中海を確保したが、陸軍を主眼に置いていたため補助戦力としかなり得ず、ポルトガルとの争いで遅れをとっていた。一方、内政で法と官僚機構の整備が整えられ、地方の法を編集して、地方法令集を生み出し、合わせて中央官僚の統制と帝国支配のようとして、 当地法令集も編纂された。法を宗教の観点から見た場合違反かどうかの判定も行われ、その担当であるウラマーの教育課程及び上下関係も定めるとともに、ウラマーの最高権威として、シェイヒルイスラームという職種がスルンの側近としておもんじられるようになった。スレーマン一世の知性で、エブンスードという人物がこの職業を務め、法の編纂とイスラム法による、 正当性を保障、文官として、重要な役割を果たした。スレーマン一世は、哲学などの学問や芸術を好み、無ビー、恋する者の筆名で試作を行う詩人でもあった。また詩も流行したが、宮廷のゴシップをイスタンブールの大衆に伝える噂として、役割もあり、スレーマン一世とヒュッレムの結婚、ミコ、ムスタファの処刑、黒幕とされる、 デュステムの避難にまで及んでいる。詩人は上流階級をパトロンに求めている部分もあり、就職の圧線を依頼いているが、時に政治的背景も絡む場合もあるため、上記の記事は詩人ブカーギンザーでヤフヤーガムスタファに同情的な軍人の心情を歌ったものとされている。建築の分野では、ミルスイ水難を登用し、帝国全土のモスク、ボビー、橋梁、浄水道など、 建築物の建設、修復の任務を与えた。水難がスレーマン治世下で建設した代表的な建物として、ハヤ・スレーマニエ・ジャーミーなどがある。スレーマン一世の治世には、軍事的に成功が続き、オスマン帝国がヨーロッパ諸国、イスラム諸国を圧倒した。スレーマン一世の治世は、栄光の時代として記憶され、帝国の最盛期と言われる。 またイエニチェギなどの盛況な軍事組織や中央集権的な行政制度がスレーマン一世の時代に完成されるとともに最も円滑に機能したと言われ、後にオスマン帝国が軍事的な衰退を続ける中で栄光のスレーマン一世の時代に立ち返ろうという主張が繰り返されることになる。だがしばしばオスマン帝国の軍事的衰退の原因とされる、 イエニチェリの急速な拡大などの軍事組織の構造変化もスレーマン一世の時代に始まったものである。軍事的士官はスレーマン一世の晩年に始まっていたと考えることができ、事実、スレーマン一世の死後20年経って16世紀末、イランのサファビー町にメイクンアッパース一世が現れると、スレーマン一世の知性に獲得されたイラク。 アゼルバイジャンの領土は17世紀前半に奪還された。このほか、フランスと同盟を結んだ際に、フランス人に対する領事裁判権や、租税免除などの恩恵的な特権を与えた後に、イギリスやオランダにも適用されたことも、当時は国力差が圧倒的だったため、友好国への恩恵としてのみ機能しており、社会への実害はなかったものの、 後に、オスマン帝国が衰退するにつれて、不平等条約化し、列強の介入要因となって、帝国を苦しめることとなる。加えて、皇帝自らが政務を行うことが少なくなり、実権は大宰相の帝へと移っていった。しかし、1565年に大宰相となったソコルル。メフメトパッシャは明宰相と誉れ高く、これら大宰相による政治と優れた官僚制度によって、 スレーマン一世の築いた大帝国を維持し、帝国の衰退はなお一世紀の後、17世紀末のこととなる。愛称との間に一人の子を設けた。愛称、後に、皇后ヒュッテムハセキスルタンとの間に6人の子を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。